そういう戦争の責任に対するそのお考えなどをよく承知されていて、まあ、お考えがそういうはっきりされてる意見をおっしゃるところが。水をかけるぐらいでごめんねっていうお詫びだったと。だからそんなことじゃないだろう。だからそれを国内にあるのに中国政府に対してこうしてくださいなんてのはおこがましいと思う。それよりかはもっと民間で財界でも科学者でも文化交流でももっとお互いに促進してやったらやっぱ親しみ感じるでしょう。政治のレベルじゃないと思いますよ。に重要なその対中関係での重要な、そこに行ってお父さんは国交を回復したい。ダメだったら議員辞めるから。行けばいいじゃないって言ったら、いやいやいや、行ってもう田中家は田舎だけども、やっぱり自分が跡取りで、私の兄が亡くなりましたから病気で、そう、真紀子が死んだら、2人で殺されたら、必ずもう田中家はご先祖が恨まれて亡くなっちゃうから、それを跡取りとして困るから、将来お前たちの世代が中国からも若い人が来たり買い物に来たり、こちらも観光に行ける時代を作るためにお父さんは行くんだと。いつか行ける日が来るからと。その日が来ましたよね、やっぱりね。もう私、子供の時からうちの父が戦争しちゃいけない、喧嘩しちゃいけない、人殺しはダメだと、平和でなきゃいけないってことは、もう何かにつけてとにかく平和でなきゃいけないと、戦争なんか何にもいいことないと。で、中国問題を宙ぶらりにしたまま放置しておくことは将来の日本のために決して良くない、必ず火を吹くと。だから残念ながら見切り発車ということになるかもしれないけど、自分の責任で決断してくると。しかし相手のあることとかどうなるかわからない、自分はもう決断してあると。だからもう戦後昭和22年以来、初当選以来、自分の頭も離れてないことだから、日本の大きな利益を考えたら中国に頭下げて謝って、お互いのウィンウィンの環境を作るというのは中国だけじゃなくてですよ。それはもうそれじゃなかったら日本はスタートできないなってことは分かってたんじゃないですか。だ、なんかいいことを協力すると絶対相手は乗ってきますよ、どこの国でも。だからそれがなくて、なんか喧嘩腰っていうかね、自分たちだけ固まってて。こんな喧嘩みたいな喧嘩売らなくていいから、アメリカにはニクソン自分が言ったように言うこと言って、日本は独立国家だから、他のアジアともヨーロッパとも同じように付き合ったらいいじゃないかと。ほんな仲良くしたらいいと。もうそれですよ。外国人の記者入れてくれればいいのに、問題がないって言うんだよね。その中国語の訳を聞いてね、それでまたこじれて2回目の交渉で。